遠隷層は、シュロ層か遠隷層属の多年草。別名、立ち青い。遠隷層という呼び名は、他の遠隷層属植物に対して、または、遠隷層属全般を指して用いられる場合もある。太く短い根形から、高さ20から50センチメートルの茎が1本伸び、その先端に3枚の葉を輪生する。葉は傭兵を持たず、茎から直接生ずる。 葉の形状は丸みを帯びたひし形で、直径は10から20センチメートル。花期は4から6月。3枚の葉の中心から短い花柄が伸び、小さな花をつける。花は花弁を持たず3枚の緑色、または小紫色の学編を持ち、横向きに咲く。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、低地や山林のやや湿った場所に生える。 東アジアでは、サハリン、南千島に分布する。黒く熟した果実は、食用となる。根茎は中国では、塩霊草根と呼ばれ、古くから胃腸薬やサイト剤などの薬草とされるが、サポニンなどの有毒成分を含む有毒植物であり、過量に服用すれば、嘔吐、下痢などの中毒症状を起こす。北海道大学においては、学内のサークルや会合を、 機関紙や冊子、敷地内の施設などの命名に、遠隷層または遠隷層の名がよく使われている。ただし、大学の交渉に使われているのは、大花の遠隷層の方である。ありがとうございます。